はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。おけいはん様、川戸大和様、前の名前がですね、水魔さん、水利魔法さん、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただきまして、誠に誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金と河野太郎裁判費用にさせていただきたいと思います。10月25日11時東京地裁でとうとう公開で、河野太郎裁判があります。中に入って電光掲示板で部屋の案内とかされるそうなんですけれども、705号室です。7階の、私も被告席に座ってますんで被告席作ってくれるそうであります。ですので、よかったら皆さん見物に来てください。11月23日大阪でメール党員懇親会やります。チャンネルメール登録よろしくお願いいたします。外務省、中国危険度レベル引き上げは検討してない、ダメだこりゃ。中長期的に判断して変えるもんで、ちょいちょい変えるわけじゃないっていうことらしいんですけれどもね。世論です。自己責任ってことが、でも外務省の役人が殺されたらレベル上げるんでしょ。岸田、上川、林をはじめ媚び中派ばっかだし、中国よりも外務省の方が危険度高い。公明党と経団連に忖度してんだろ。わけもわからずスパイとされて拘束されたり、わけもわからず子供が殺されたり、どう見ても異常だろ。この調子だと100人ぐらい殺されないと危険情報変えないな。今さら日本政府が迅速な対応するなんて全然期待してないから、個人で防衛するしかない。こんなこと書きたくないが、事件は相次ぐだろうね。今後もあるっていう、私もそんな気がしてならない。レベル0、安全。欧米、オーストラリア、カナダ、中国本土、モンゴルなど、あと驚いたのがブラジルもかよ。ブラジル危険じゃないの。レベル1、十分注意。メキシコ、ウイグル、チベット、インド、サウジ、チリ、フィリピン、カンボジア、インドネシアなど。レベル2、不要不急の渡航は自粛してください。パラグアイ、ホンジュラス、エルサルバドル、ベネズエラ、コロンビアなど。コロンビア、メディジンとか麻薬組織とか有名じゃねえのかな。レベル3、渡航中止。韓国、韓国ですね。ロシア、ベラルーシ、イラン、イスラエルなど。レベル4、退避勧告。もし行っちゃってたら帰ってきなさいよ。イラク、シリア、スーダン、リビア、イエメン、ソマリア、ウクライナ、アフガン、ハイチなど。10万人あたり23人が殺人の被害者となるブラジルがレベル0って何の冗談なんでしょうね、これね。ちなみに日本は10万人あたり 0.8 人です。殺人事件の被害者、日本はね、10万人に1人か0か、そんなところでしょうね。ブラジルと中国がレベル0判定ってことはよ、外務省無能だなっていう結論になりませんか。どこ見てんの外務省。外国に行こうとしている皆さんは外務省なんか信じずにですね、自分で情報を集めましょう。危険地帯を歩く YouTube とか結構あるんですよ。夜のブラジルの街を歩くとかさ。外務省には中共からですね、金と愛人あてがわれてる官僚がたくさんいるらしいであります。本当か嘘か知らないですけど、兄ちゃんには実名ともらった金額と愛人の年齢、中には2人あてがわれてるのも見ました。本当か嘘か分かんないですけど、日本人児童刺殺事件について中国共産党、偶発的な事件として矮小化を図っております。世論です。日本人学校生徒狙っておいて偶発的もないだろう。岸田が舐められてんだよ。宗教の憎悪教育のせいだろう。自衛隊派遣するしかないな。事故じゃない殺人に偶発的も何もないだろう。さらに中共、この記事についてですね、ネット投稿を続々と削除し始めました。なかったことにしたい意向みたいですね。世論です。いつものだんまりでなかったことにする作戦。経済がむちゃくちゃなのを日本に怒りの矛先向けても無理なもんは無理。さすが隠蔽国、偶発的な事件のはずなのに存在時点自体隠蔽とは。
臭いものに蓋しても匂いは漏れるんだよ。妻子連れて行くのはもうまずいんじゃないか、外で日本語話せない日本人とバレないように行動するって在中邦人が息を潜めているそうであります。子供こんな環境に置くのは虐待じゃないのかな、中国行きを命じられたら会社辞めて拒否することもできる大人、会社辞めないで中国行くことを選んでしまった大人がいくらね、逮捕されてもまあ自業自得っちゃ自業自得なんですけれども、親の都合でそこにいる子供はかわいそうですよね。中共が何を恐れて隠蔽開始したかっていうと、まあ模倣犯、模倣事件が多発する、もしくはあるいはですね、中共の憎悪教育のせいだって言って、中共に批判が集まる、のを恐れたんでしょうか。垂秀夫前中中国大使、数年前からいつ起こってもおかしくない状況だった、中国に13校ある日本人学校が中国侵略の拠点、スパイ養成学校であるなどといったデマ動画がネットに何百本も溢れているが、中国政府はこれに何の対処もしない。日本大使館は何度もこれらに対する対処を中共に要求したが無視されているだそうであります。何侵略の拠点だろう、スパイ養成学校って、日本にもあるな、そういうとこな、世論です。渡航危険レベルを上げない外務省は人殺し。外務省は何してたんだ、中国が不況だから今後も増えると思うわ。全部日本が悪いって教育してるし、起きてもおかしくないって分かっていながら子供を学校に通わせてるのか。反日教育は数年前からどころじゃないだろう。外務省は何もしてないよ。それが官僚の生きる道。普通に子供を連れて行かなきゃいい話。次は日本人がスパイ容疑で死刑になると。工事学園は日本侵略の拠点でスパイ学校なんで、まあ日本人学校もそうに違いないって考えてんでしょうね。投射って言うんですけどね、自分がそうだから相手もそうだろうって考える。投射、心理学の用語で。中共としては日本人に人民の憎悪がいてるうちは自分らは安全だからむしろ煽るよな。中国には日本人を害したい人民がいっぱいいて、危険度はもはやガザレベルじゃないの、もう何人か被害に遭わないと何も変わらないんでしょうね。企業も政府もね、外務省も。浅間山荘事件生中継でですね、極左の支持がなくなった、ザーッとドン引きされたようにですね、なんかめちゃくちゃなことが起きなければ目覚めないんでしょうね。河野太郎、地域格差是正の手段として東大が東京になくてもいいんじゃないかと正直思っている。教育機関の地方分散を言い出しました。世論です。お、ついに江戸をするか。国会も東京になくていい。基地が曰くになってきたな。進次郎みたいなことを言い始めた。東大なのに浦安とか言われてしまう。それは東京ディズニーランドのことでしょうか。自民党本部を僻地に移してから言えよバカ。相変わらず頭がおかしい、極論言ってんな。河野は日本にいなくていい。すでに各県に国立大学あるやん。国会議員じゃなければただの頭おかしい人で済ませられるんだが、進学より就職で出てくるのが9割ぐらいだったはず。東京になかったら東京大学と言わんだろう。ここに書き込んでるやつはほとんどブロックされてそうと。地域格差が、地方は仕事が公務員か医療関係ぐらいしかないからしゃあないっすね。70年前の花形は林業だったんですよ。これはですね、まあ、焼け野原になって家建てる需要があった。人口もどん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 増えてって、家がどん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 必要になって、あとですね、炭鉱の、坑道の岩盤支える柱にですね、まあ10センチぐらいの直径の、杉の木が飛ぶように売れたと。40、50年前の花形は土建業、田中角栄が、頑張って列島改造のなんてやってですね、花形は土建屋でした。地方で、まあ、元気が良かった連中っていう、それらがすっかりしぼんでしまってですね、今の地方の花形は医療ぐらいしかないんですよ。産業がこれなんとかしようとすれば、都市で徴収した金を地方に注ぎ込んで延命するしかないんですけど、そんなの不自然ですよね。自然に任せた方が
楽だし効率的、やっぱりあの自然と不自然どっちがいいか、自然な方が、徐々に徐々に衰えてってんだから、まあ、衰えるに任した方が、無理やり延命、ゾンビ地方自治体とかになっちゃうね。それと東京一極集中の大原因2つあると思ってるんですけど、中央省庁が全部東京にあってですね、許認可事業者は東京に近い方が便利、しょっちゅうしょっちゅうあの霞が関行かなくちゃなんないの、言ったらやっぱり東京来ちゃうよね、キー局が全部東京にあって東京のことばっかし放送すから、まあ地方の人らは、東京こそ日本みたいな誤解、これでしょうね。中央集中が東京だから東京大学が一番人気なんじゃなかろうか、で人気があるから一番の難関になっているじゃなかろうか、今は官僚のブラックぶりがバレてですね、昔ほど人気じゃなくなっているようなんですけれども、定員割れとかね、学歴の価値は今がピークで今後はどんどん下落していくと予想いたします。今はですねネットで個人事業主でお金が稼げるイコール学力テストがその人の価値ではなくなった、いい会社に就職していい役所に就職してっていうのはその人の価値でなくなったんで、ココナラとか暮らしのマーケットってサイトあるんですけれども、結構何でも頼めるみたいであります。エアコンの取り付けであったり、あの換気扇の取り替えであったり、英訳、イラスト頼む、実は私も超個体のイラストココナラで、お願いしました。あと英訳と、学歴の価値低下に一番抵抗するのは高学歴を誇るおっさんたちでしょうね。まあ時代の流れなんで抵抗しても無駄なんですけれども、学歴の価値は今後どんどん低下していく。なぜなら学歴がなくてもお金が稼げる時代になってきたから、という予想をします。高い地潰しに失敗した共同通信、自身の政策リーフレット郵送に関し一人だけ郵送したわけではないと述べた。高市以外のどの候補が郵送していたか言及せず、他の陣営から批判が出そうだ。これはですね、他の陣営が批判してほしい、騒いでほしいという意味ですね。まあ共同通信、高市さんに悪意満々っていうか憎悪を感じますね。誰か言わなかったからなんで批判されるんだっていう話なんですけど、何言ってんだろう、言うことにこと書いて、世論です。悪意の塊みたいな記事だな。ルールが決まる前に送られたってことは言わないんだ。高市さんが毎年8月に送ってるリーフレットらしいぞ。どこか言わないから批判が出そうって何言ってんだこいつ。共同が焚きつけてどっか反応したか。麻生さんが処罰しないと発言して岸田が黙った。これが全て。高市さん憎くて発狂してるんでしょうね。こんな憎悪記事、書いてですね。よくね、ヘイトスピーチは許されねえとか書けるもんだよな。石破茂木もルールが決まった後に送ってるんですけれども、支部長名義なら OK っていう謎のルール、抜け穴作って、インチキしたそうであります。自民執行部ね、あからさまに高市潰ししてんね。高市さん総理になってこいつらに報復してください。今日の単身です。岸田総理最後の外遊で米国に出発。最後だと思って変な約束してくんじゃねえぞ。こちらもオワコンのバイデンとオワコン同士で何喋ってくんだろうね。オワコン会談に税金使わない、あと高市さんにですねさらなる対応が必要なんて言っちゃったことを撤回して、発言を撤回して謝れ、謝罪しろ。独居男性、つまり独身の平均寿命は65歳と判明。年金70歳とか支給になったら全くもらえないですね。残念ながら俺はもらえないから払わないっていうことができなくてですね、今は支払い拒否できなくなってるんですよ。いいよもらわねえからっていうのできない。年金滞納でですね、口座の封鎖や財産差し押さえされちゃうんで、税金と何ら違いがないですね。年金税と化しております。女性の場合ですね、独身女性の方が既婚の女性より長生きします。一人の方が長生きするんだな俺が。これ既婚女性旦那がストレスで早く亡くなるんだろうかなんて思ったり。コロナ中にデビューした K-POP ユニットは
約200、すごいな、ポン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 、ほぼ全滅K-POP の人気は世界中を席巻しているはずなのに、なぜなぜなんだ、200もポンポンポン、これ自称アイドルとかも含まれてない、そんなにデビューするの、おかしいなという話でね、というわけでチャンネル登録よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。